練習も再開して、でリーグがまあ再開するってなったけど、まず参加するチーム数も少なくだよね、はい、3チーム、セレスも合わせたら4チームか、4チームなくなっちゃったんですよ、経営がもうできないと。参加したの6チーム、9チームか10チームぐらいでやる予定ではあったんですよ、うん、そういう風になくなったチームがあって、うん、6チームだけのなんか2周するっていう話だったんですけど、まあ、それもなくなって1周だからもう短期で5試合だけやって総当たりだけして順位決めると、はい、そうです。フィリピンサッカー協会とあと国の政府が定めた規定があって、全チーム同じホテルに泊まって試合前日にちゃんとスワップテスト、コロナのテストをしてから試合をしないといけない。その期間3週間外出ないで、もう全チームホテルに缶詰状態で、普通じゃなかったですよ、ホテルからのご飯が出せなくて、デリバリーしてもらって、チームごとに朝昼晩3食これだけは酢飯、あとはまあホテルに行く前にオートミールとかプロテインとかいろいろ集めて持ってきはしましたけど、きつかったですね。きついね、それはハードだし、中2日で週に2試合してます。2試合で結果は5試合やってどんな感じですか？全勝です。全勝、はい、それは全勝です。だ優勝ってことだよね。あ、全勝じゃないです、いっぱいしました。最後もう優勝決まってから、優勝決まった試合でいっぱいしちゃいました。メンバー変えて若い子を使いました、まあでもそれはでも絶対必要だよね。次 その契約のことを考えたらプレー見ないと分かんない、ってなって対戦したちを使いました。みんな3ヶ月契約でリーグの期間だけで終わったら契約更新するかしないかって話だったんで、使ってちゃんと判断してもらわないとっていうことでっていうのは聞きましたけど、結局後半頭からスタメン組2番で2点取られちゃったんで、その子たちやばいね。やばいですよ、そうやって考えたら来年ちょっと契約取れるかどうかっていうところね。そうです。で一応あれだよね、 ACL の本戦の出場枠が増えるじゃん、はい、来季、はい、今の予定だとそのフィリピンで優勝したことで ACL 本戦のチケットは取ったんだよね。取れました。素晴らしいよねそれは。チーム本戦もう1チームプレーオフからなんですよ。マジで。だからカヤも出るチャンスはあるんですよ。あ、そうだ。カヤ FC っていうチームがあるんですよ。まあ勝ち抜けばね。今回ヒカルたちが勝ち抜けなかったようなところで勝ち抜ければ本戦出れると。結局そのプレーオフを負けても AFC に出れるんで。そうだよね。AFC 勝って。だからまあ国際大会は両チーム出れることは決まってるんで、枠のために行われた。どこを行かせんのかっていうところで。AFC とか国際大会出た時の成績がいいんですよね。そうだよね、 AFC カップでだってヒカルは優勝だっけ。ベスト4。あ、ベスト4だ、ベスト4だ。そこで勝ってたら決勝がフィリピン同士だったっていう。ヒカルのチームもそうだし、フィリピンのチームは AFC カップですごい結果を出してるから、はい、チャンピオンズリーグっていうのはまだ多分経験してないでしょ。してないですね。だから来季がねすごい楽しみだし、まあ、こうやって仲良くしてるヒカルが本戦に出るっていうのは僕としてもすごい嬉しいし、応援してます。どうなるんですかね、今みたいにカタールで一斉開催なんじゃないかっていう話も、まあそれが多分今の感じだと濃厚だよね、はい、まあそれはそれで楽しいかなと思いますけど、でもまずは恥ずかしくない、ちゃんと試合したい、渡り合ってね、渡り合って、まあこっちでしょ結局グループ的には。東でしょ、はい、日本とか韓国とか中国とか、はい、まああとオーストラリアもいるよね、はい、そういうグループの中でやることだもんね。激アツなんですよ、もしかしたら川崎フロンターレ、そしたらまた見に来てください、チケット取るんで、俺スリランカいると思う。俺もちょっとね楽しみなのが、そのスリランカもさ、はい、プロ化すると、はい、スリランカはあっち側なんだよ、逆の西側のブロックなんだよ、うん、はい、だからそっちでどういう出場枠を持ってるのかスリランカが。あ、もしかしたら1位はチャンピオンズリーグのプレーオフとか出れるかもしれないし、まあ、それがなくても AFC カップとかには絶対つながるはずだから、俺も俺でいい結果出してそういう国際大会狙えるような状況を作って、まあ来季またそこでプレーできればそれはそれで絶対楽しいし、国際大会はまた人は違います。他国に行ってすごい大きい経験だよね。国外でっていう戦いはしてないけど、一応タイ、ラオス、モンゴルっていうその東側でのプレー経験はあるからさ、また西は西で絶対違うし、それの西のアウェーってさまた絶対違うじゃん、ちょっと雰囲気ありそうじゃん。プレーオフで勝ち上がってったらさ、わかんないけどサウジとかさ、イランとかイラクとかさ、その辺ってやれたらやばいよね。頑張ろう。いやでも力さ、マジでスリランカ楽しそうっすね。ちょっともういいイメージしか湧いてない、今んとこ。こういうなんていうんですか、海外でその国みたいな感じ
でやってきてるから、うん、分かります。なんか可能性感じるでしょ。可能性感じます。そう、ヒカルの中でも多分フィリピンサッカーどんな感じなんだろうって多分イメージがあったと思うんだよ。だからでも行ってみてすごい魅力的なリーグだったと思うし、結局なんか行ってみないと分かんないから、うん、自分がその海外に渡る前だったら、うん、そこの国って感じで終わっちゃうけど、今はなんかちょっと違う、うん、楽しそうじゃんみたいな、何それみたいな。もしかしたらあの、うん、あれだからね、最悪来年またこうやってオフの時期に会って喋ってたら、いやマジやばかったよ全然良くないとか言ってる可能性もゼロではないけど、はいはいはい、まあでもそれも経験なんで、うん、そう、でもそれを知れればそれもそれでプラスだし、はい、絶対楽しいでしょ、はい、うん、楽しいと思う。意外とねレベル高そうじゃないですか、うん、だって何チームあるんでしょうか。もともとのリーグは18チームとかでやってるんだよ、はい、ただそれをプロ化させるってなったら、はい、何チームがそこに参戦するのか、でどういう風にあのリーグをオーガナイズするかっていうのはまだちょっと聞いてないけど、開幕が遅れてるから、はい、コロナの影響で前期は1週間に2試合とか多い週だと3試合あったりするって言ってたから、はい、マジ気をつけてください、うん、怪我だけね気をつけて、本当リカバリーと、コンディショニングとすげえ集中して、しかもスリランカでどういう生活かどうかも分かんないし、どういう食べ物を、そうそうそう、まあ、ある程度調べてはいきますけど、うん、絶対イレギュラーはあるじゃないですか、でほぼカレーでしょほぼカレーだよ多分そういう部分で、まあ、まず生活にしっかり順応して、はい、家と食事と生活に順応するスピードは早いと思います、うん、おそらくね自分たち早いじゃないですか、 そう、うん、その辺はやっぱ俺らの強みだからさ、でもそれしか食えないってなるとちょっと難しそう、順応。そう、3食一応チームが用意してくれるんだけど、そのね食事だとちょっときついわって時に、今日定食食いてえわって時に、日本食ないでしょ、スリランカ。わかんない、探してさ、タイみたいにさデパートみたいなところ行って日本のレストランが入ってくれてれば、定食屋とか見つけれれば勝ちだよね。大戸屋行ってたじゃん俺らも、チェンマイで。大戸屋あったらいいです、うん、日本人結構いるんですか。わかんない、うん、まあでもなんかすごく観光地としては綺麗な場所で、海がすごい綺麗でとか、そういう部分では俺も楽しみだし、海が近い町に住むのって俺初めてだから。最高じゃないですか。そう、オフはチルしてるよね、海で。海でアイシングですか。海でアイシングしちゃう。海でリカバリー、うん、まあちょっとそんな感じで、まあ、雑談も含め今シーズンの峯岸ひかる選手の1年を振り返ってもらいました。いいんですかこんな振り返り方で。いいでしょ、貴重な経験できてるし、まああとは僕の編集次第なんで、ちょっとまとめて話せばよかったです。なかなか言えないし、今シーズンの経験って難しいっす、うん、どう言っていいか。感情はすごいなんか上下したし。そうだね、しんどかったことの方が多かったでしょ多分。ポジティブな性格なのは間違いないですけど、自分のポジティブな性格もなんかいいのかって思った時期もあったし、うん、こんなんでいいのかみたいな、はい、逆に、はい、それって結局サッカーができないかったから、本当に好きなことができなくなったから、うん、サッカーがないとダメなんだなってすごい思いました、うん、それを知れただけでもすごくサッカーがないとダメなんだな、いいシーズン、本当にいいシーズン。なんかもう途中でも球蹴れれば何でも、もうだリフティングしてるのもすげえ楽しいみたいな。リフティングしてても楽しかったし、一言でまとめたら難しいシーズンだったと。厳しいシーズンでした、うん、まあじゃあ来季 ACL で暴れる峯岸ひかるをみんなで応援していただけると、とにかく楽しんで、はい、ちょっとじゃあ一言あのサポーターの方に一言、サポーターの方に、まあ、今シーズンいろいろありましたけど、こんな時期だったからこそ、まあ、出会えた方っていうのはいたん でそういう人がやっぱり自分の背中を押してくれたり支えてくれてたりしたんで、そういう方々には本当に感謝の気持ちと、自分が本当さサッカーがないとダメなんだなってことを再確認した2020年でした。本当に今、まあ、チカラさんも2021年絶対スリランカでいいシーズンになると思うので、とりあえずスリランカには行くんで。ありがとうございます、お待ちしてます。日本のボンカレー持って行くんで。いやもうカレーいいですねカレーは十分あると思うんで、うん、引き続き自分もチカラさんも応援していただければ嬉しいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今シーズンの振り返りと来シーズン頑張るぞっていうことで、久々の再会峯岸ひかる選手でした。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。それではさよなら。さよなら、バイチャス intersect on each one I reflect. These lines write my story. These places change.
changing, each one replacing, like night into morning.